ルーカス・サンドバーグ・シムズは、アメリカ合衆国ジョージア州、グーイネット郡ローレンスビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシンシナティレッツ所属。2012年の MLB ドラフト一巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレーブスで、プロデビュー。アパラチアン・リーグのルーキー級ダンビル・ブレーブスでも、プレイし、 二球団合計で11試合に先発登板して2勝4敗、防御率3.7139奪三振の成績を残した。2013年は A 級ロームブレーブスでプレーし、28試合に登板して12勝4敗、防御率2 6 2三3 4奪三振の成績を残した。2014年は A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、 28試合に先発登板して8勝11敗、防御率4.1907奪三振の成績を残した。2015年はルーキー級ガルフコーストリーグブレーブス、A 級カロライナマドキャッツ、A 級ミシシッピブレーブスでプレーし、3球団合計で20試合に先発登板して7勝6敗、防御率4.3700奪三振の成績を残した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は、A 級ミシシッピとトリプル A 級、グーインネット・ブレイブスでプレーし、2球団合計で28試合に登板して7勝11敗、防御率4.240159奪三振の成績を残した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2017年は開幕からトリプル A 級グイネットでプレイし、20試合に登板して7勝4敗、防御率3.75、132奪三振の成績を残した。8月1日にメジャー初昇格を果たし、同日のロサンゼルスドジャース戦にて先発でメジャーデビュー。6回3失点で QS を記録したが敗戦投手となった。 この年メジャーでは14試合に登板して3勝6敗、防御率5.6244奪三振の成績を残した。2018年7月31日にアダム・デューバルトのトレードでプレストン・タッカー、マット・ウィスラーと共にシンシナティ・レッツへ移籍した。2019年5月28日のピッツバーグ・パイレーツ戦でレッツで初めて先発として登板した。 フォームはインステップのスリークオーターで若干変速のアーム投げだが工程の投げ分けが得意。課題は基本類だの多さである。ありがとうございます。